三宅八幡宮は、京都府京都市左京区城、高野三宅町にある神社である。五利益は、子供の守り神として、菅の虫封じ、夜泣き、安山、学業成就のほか、虫退治の神として、外中駆除にも効果があるとされ、別名、虫八幡とも呼ばれる。近年菅の虫退治の信仰の広がりを物語る、大量の大絵馬が見つかり、民族文化の貴重な資料として、 国の重要有形民族文化財に指定されている。本殿の南側の入り口には、神の使いとして狛犬ならぬ駒とが置いてあることでも知られ、境内には鳩が多く大切に扱われている。社殿によれば、水古天皇の時代、遣隋使として隋に赴いた小野の妹子が、畜死で病気になったが、 宇佐八幡宮に祈願すると、たちまち病気が治り無事帰国することができたため、隋からの帰国後に、宇佐八幡宮を勘定し建立したのが、始まりとされる。保温の意味を込めて、自らの所領である、山城国アタ郡小野里と呼ばれる、この地に勘定したが、造営当初は、板板神社の境内にある抹茶の一つとして建てられ、今の位置より南にあったとされる。その後この神社は、 アタ郡岩倉の地に移り住んでいた、後鳥羽上皇の第四巫女、大一氏市新皇の地を継ぐ南朝の中心である、小島光徳が、八幡大臣を尊崇したことから、いつしか、三宅八幡宮と呼ぶようになったという。ちなみに、三宅の名の由来は、大火の改新前の大和朝廷の直轄地である、三宅が置かれたからである、ともされている。 応人の乱で戦災により全焼したが数十年後に近隣住民の手で復旧され、1869年に廃殿、1887年に本殿が復旧した、1897年に神楽殿が建造された。また皇室とのゆかりも深く、明治天皇が幼少の頃に重い病を患い、この神社に祈祷を命じた。その会があり、 天皇の病が治ったと言われている。宮城八幡社における人類の歴史、明治期、子供館封じの神様として繁栄した結果、岩倉川流域にもかかわらず、対岸の高の川水系、比叡山山城近くの谷の湧水を人類として飲水し、痩せを経て、社殿北の高位段急面上に設置する貯留施設からサイフォンで落とし、社内の長図。 庭園の治水噴水に至るまで寛容している。下鴨社同様に、中世代不可体堆積物地域において、加工岩質フルミネラル人水の飲料可能な、稽古な神社として、京都府市である。ありがとうございます。